それでは伝達関数の第5回目として不安定なシステムのフィードバックによる安定化について説明をしていきたいと思います。ここでは不安定なシステムの一巡伝達関数を考え、ナイキストの安定判別法によって判別していきます。また応答についてもシミュレーションを通して説明していきたいと思います。まずここで考えるシステムは、制御対象とコントローラーがこのように接続されている単一フィードバック系になります。で、ここでヘイループ系の安定性を判別するのに、一巡伝達関数という制御対象の伝達関数とコントローラーの伝達関数の積を考え、これに対して S に J オメガを代入し、オメガを0から無限大、オメガをマイナス無限大から0までと描くことによって図的に安定性を判別します。このような図的な安定判別法がナイキストの安定判別法になります。第4回の説明では、この一巡伝達関数が安定なケース、すなわちこの LS が安定な有理関数で与えられるケースについて説明をしました。で、具体的にはこのマイナス1という点を考えて、この点を左側に回らなければ、フィードバック系も安定であると、という話をしています。で、これに対して制御系のプラントとか、まあ、コントローラーが不安定極を持つ場合もありますが、この LS が不安定な有理関数で与えられる場合は、このマイナス1という点を反時計回りに回る回数がすごく重要になってきます。まあ、具体的にはこのマイナス1よりも左側を通過する回数、反時計回りに通過する回数が重要になります。そしてこの回数と不安定極の数、この LS における不安定極の数とが一致していれば、フィードバック系が安定になるというのがナイキストの安定判別法による安定性の判別になります。で、具体的にその内容について見ていきます。制御対象が S-1/2 と与えられている場合を考えます。この時制御対象は不安定極を2に持っています。そしてコントローラーは比例ゲインで 0.5 とした場合を考えます。で、これを1個目の制御対象、とコントローラーの組みとして、2個目は制御対象は一緒ですが、コントローラーのゲインを高くして4としています。ここで余談ですが、不安定な制御対象を制御する場合は、特に安定性に注意して実験をする必要があります。その制御対象自体が不安定ですので、その制御が行われている場合、行われていない場合、その前後においても、十分な注意を払わないと、不用意な実験では破損の原因になることになります。それでは中身を見ていきます。今1番の例です。1番は制御対象は S-1/2 と、なってます。で、応答波形ですが、応答波形はフィグ3に、示しています。このようにどんどん発散していってます。これ2秒まで取ってますが、発散しているのが分かります。これ具体的に、ナイキスト線図を見てありますと、マイナス1がこの、左端にあって、ナイキスト線図はこのように、描かれています。不安定極が1個に対して左、反時計回りに回る回数が0回ですので不安定になります。次に原因を4にしたケース2の場合を考えます。この時応答波形はこのように、2に前進していってます。安定なシステムになってます。で、ナイキスト線図を見てやりますと、反時計回りに、1回回っていると、不安定極の数と一致してますので安定になっているということが分かります。まとめますと、このケース1番のケースではヘイループが不安定、2番のケースではヘイループが安定になってます。
次に不安定なシステムの例としてこのようなケースを考えます。5に、不安定極を持っていて、でさらに積分構造を持っている。挙軸上の極も、不安定極として数えるので、実際は、2個、不安定極がある場合の、安定判別となります。で、原因を、1、10、100、1000と4パターン、用意して、それぞれについて見ていきたいと思います。前のイラン図は消します。で、まず原因が1の場合です。で、制御対象は、こちらですね。で、こちらの制御対象を考えて、音波形を見てみます。ちょっとこれを見るともう明らかなんですが、マイナス1を回ってないので不安定になっています。で、具体的に応答波形を見てますと、このように発散して、まあ、700とか、大きな数字にどんどん、大きくなっているのがわかります。次に原因を10としたケースです。原因を10とすると、まあ、ここでは、1回回っているように見えるんですが、このマイナス1よりも左側で、この挙軸、実軸をクロスした回数でいうと、1回クロスして、もう1回クロスするという形で2回になります。で、これが今、もうちょっと、今、S イコール0に、まあ、不安定極があるんですが、もっとその、ちっちゃな不安定極を与えた場合には、この今矢印がどんどんこっち側に回って、まあ、一周しているような形になります。まあ、遠くで一周しているような、そういう形になります。で、とりあえずここでは2回クロスしていると、ということで、安定であるというのが言えます。で、実際に応答波形を見てやりますと、応答はこのように、0からスタートして1に、まあ、収束していく。これは積分器を持ってますので、サーボ特性があって、ステップオート、目標値、が単位ステップの場合には1に収束するという結果が得られています。で次、原因を100にした場合です。100にした場合も同様に、ちょっとこっち側で見にくいですが、マイナス1はここにあって、2回左側でクロスしていて、まあ、2周回ってると。というふうに言えます。で、実際に応答波形はこのオレンジ色のように、まあ、ステップの目標位置に、目標値に、まあ、先ほどよりも早く収束していると、というふうに言えます。で、最後に原因が1000の場合です。これもちょっと拡大しないと分かりにくいですが、拡大していってやりますと、ちゃんと、マイナス1を、囲んでいて、まあ、左側で2回クロスしているのは同じと、まあ、安定であると、というふうに言えます。で、実際に応答波形を見てやりますと、ちょっともう分かりにくいですが、もう単位ステップにほぼ、すぐ追従していると、ということが分かります。まあ、ほとんど完全追従みたいなことができています。はい、そのような形で、まあ、1の場合は不安定でしたが、10、100、1000のそれぞれの場合では、ヘイループ系が安定になっています。そして実際に応答波形を見てやりますと、原因をどんどん高くしていくと、それによって、完全追従みたいな応答が、実現できている。ま
まあ、不安定極を持っているからといって必ずしもハイゲインフィードバックが、まあ、悪いわけ、まあ、あの入力は大きくなりますが、あ、大きくなったり、まあ、最大値が大きくなったりしますが、まあ、ハイゲインフィードバックで安定化することによって、まあ目標値への追従が素早くできるような、まあ、ケースがあると、ということが、まあ、見て取れます。で、本、動画の中では不安定極を持っている場合についてのナイキストの安定判別法によるフィードバック系の安定性の判別について説明しました。以上で、本動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。